その吉賀町の自然の良さっていうのを子どもたちに伝えたいなっていうのが見えてきましたね。大阪で知り合ったとある一人の女性なんですけど、その方が自然保全の活動とかをしているっていうふうな話を聞いて、でそれで、まあ、僕自身も田舎暮らしとか自然の中に囲まれて暮らすとか、まあ、そういったことが関心があったので、まあ、話を聞いていて、あ、面白いところだなっていう、それでじゃあ遊びに行くことになったのが一番のきっかけですね。でそのまま夜行バスに寝てたんですけど、朝起きたらまあもうついてたんですけど、見たら山しかなくて、別世界に来たなっていう印象がありましたね。ここで働くようになったのは、その今の館長との出会いなんですけど、ちょうど各公民館の職員がいなくて、で職員を募集してて、今試験をやってるんだけど受けてみないっていうふうに言われて、この公民館っていう仕事が今まで自分が求めていた仕事っていうのもあったので、あ、じゃあそれはぜひやらせてくださいっていうふうに引き受けたのが一番きっかけですね。今思っている公民館っていう役割は、小学生とか保育園児とか、高齢者とかいろんな人とコミュニケーションをとって、その今度この前公民館でこういうことがあってねっていうような話の話題になったりとか、何かしらコミュニケーションを活性化させる場所かなっていうような印象を持っていますね。柿の木の子は素直で元気っていうのがあるのかなっていうのが思ってて、でそこが僕も好きなんだろうなっていう感じはあります。これはもうやっぱり人ですね。で僕の住む場所とか日々の暮らしの中での基準が、人っていうのがあるんですけど、ここの吉賀町の、柿の木の地域は特にダントツで人が良すぎるっていうのがありますね。高津川が日本全国の川の中で水質が日本一になったんですよね。もう最初にここに来た時にこの高津川を見てすごい気分が高まったんですよ。あ、こんな素敵な場所に来たんだって、自分の住んでた世界とは別世界に来たなっていう印象があって、で子供たちとも高津川で飛び込んだりとか川遊びをしたりとか、そういった川の遊び方とか川の知識っていうのもどん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 増えていくにつれて、よりここの高津川っていうのが魅力に感じるようになっていきました。ビルに囲まれた場所から来たので、もうこの環境っていうのがもう毎日すごいなすごいなっていう新鮮な気持ちで過ごしてるんですけど、だからこそ子どもたちに、あ、ここって当たり前じゃなくてすごいんだよっていうのを、自分の住んでる場所の魅力を発信できたりとか、そういったことのきっかけに僕はなれるかもしれないなっていうところがあって、その吉賀町の自然の良さっていうのを子どもたちに伝えたいなっていうのが見えてきましたね。